皆さんこんにちは。こんにちは。日吉誘致用地および新八代駅周辺整備に関する調査特別委員会の職業を担当いたします村上と小谷です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。当委員会設置後初の委員会でありますので、委員長がご選されるまでの間、委員会条例第10条第2項の規定により年長委員が臨時に委員長の職務を行うことになっております。出席委員中、古島委員が年長の委員でありますので、ご紹介申し上げます。では、古島委員、委員長席の方へお願いいたします。はい。行かないです。出ないわ、出ない。はい。ただいまご紹介をいただきました古島でございます。年長の上をもちまして、委員会条例第10条第2項の規定により私が臨時に委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いをいたします。なお本委員会終了後、写真撮影を行いますのでご承知おき願います。なおネクタイの方は事務局の方で用意してございます。それでは定足数に達しましたので、ただいまから企業誘致用地および新八代駅周辺整備に関する調査特別委員会を開会いたします。まず本日の委員会についてでありますが、先ほどの本会議において特定事件であります企業誘致用地および新八代駅周辺整備に関する諸問題の調査のため、本件の調査が終了するまでの間、本特別委員会設置が議決されたことに伴い、政府委員長のご選を行うものであります。これより委員長のご選を行います。お分かりいたします。委員長のご選は本来ならば投票によるのが原則でありますが、指名推薦の方法によることもできます。いかがいたしましょうか。はい、増田委員。委員長にはなります委員を指名推薦していただきたいと思いますけれども、どっちかどうぞ。しばらく紹介いたします。本会に戻します。それでは委員長のご選は投票により行います。なお 無効票の件でありますが、議会が行う選挙においては公職選挙法第68条の2の規定の適用がありませんので、同一の氏または名の者が2名以上ある場合において、その氏または名のみを記載した投票は無効であります。また投票の結果、得票が同数の場合はくじで定めることになっております。委員会室の閉鎖を命じます。ただいまの出席委員は11名であります。投票用紙を配布させていただきます。配布漏れはありませんか。投票箱の点検を願います。
順次投票を願います。投票漏れはありませんか。投票を終了いたします。委員会室の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第127条において準用する同規則第31条第2項の規定により、立ち会い人に増田委員、野崎委員、智枝委員の3名を指名します。立ち会い人の立ち会いを願います。2.5 じゃなかった。それ通常の選挙だよ。あ、二人おる。団子バズってしてきたって、団子として辞退できるとも合いそうね。合いそう。止まっちゃう。団子だよ。もうだって。選挙の結果を報告いたします。投票総数11票、これは出席委員数に符合いたしております。このうち有効投票数10票、無効投票数1票、有効投票数投票中、成松幸雄委員7票、橋本浩一委員3票、以上の結果、有効投票の最多数を得られました。成松幸雄委員が委員長に当選されました。委員長に当選されました成松幸雄委員から就任のご挨拶をお願いします。委員長と交代をいたします。
はい、ただいま委員長にご指名いただきました成松でございます。今後2年間、新駅前の、まあ、企業誘致、そして、また開発等々も含めて、非常に重要な、また大事な局面を迎えるというふうに思っております。まあ、TSMC 関連の県内の波及効果の最大値ということで、県の方も積極的に動いておられますし、また八代市は県内でも独自の港を持っているわけでありまして、そういったところで、まあ、港、そして交通の結節点、インター、そして新駅前ということで、非常に今超党派の雰囲気で、今日山本代表の方からも、趣旨弁明がございましたが、議会全体で、一致団結して、少しでも八代に効果がもたらされるように私も鋭意頑張ってまいりますので、皆様方の力添えをどうぞよろしくお願いいたします。しばらく紹介いたします。本会に戻します。それでは指名推薦の方法により行うことにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。それでは指名推薦の方法により行います。どなたか副委員長を指名される方はございませんか。委員長、よろしいですか。はい。それでは山本委員からご指名いただきたいと思います。ご指名いたします。大変今回の特別委員会で努力されていただいた橋本浩一、委員に、を副委員長にご推薦をさせてください。はい、皆さんの感動をお願いします。はい。それでは山本委員からご指名いただきました橋本浩一議員にご異議ございませんか。ご異議なしの認め、よって橋本浩一委員が副委員長に当選されました。副委員長に当選されました橋本浩一委員から就任のご挨拶をお願いいたします。はい、席をご移動いただいて、ただいま副委員長にご指名いただきました橋本浩一です。急な展開で非常に私も今戸惑っておりますが、今回の山本代表より提案いただきましたこの特別委員会、大変重要な課題であり、議会としてもしっかり取り組まなければならないという、そういう思いでいっぱいでございます。成松委員長を補佐しながらですね、皆さんの思いをしっかりまた受け止めて頑張ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お世話になります。はい。それでは今後の委員会運営について協議を行いたいと思います。本委員会においては特定事件であります企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する諸問題の調査について調査を進めてまいりますが、まず本委員会の役割についてご説明いたします。企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に係る諸問題の調査については、これまで各常任委員会において予算の審査が行われてまいりましたが、本特別委員会の設置により当該案件についての審査権は付託と同時に本特別委員会に移り、各常任委員会の権限は停止されることになります。なお各常任委員会における権限が停止される期間は当該案件についての特別委員会の審査が終了するまでの間でございます。それではこれから調査を進めるにあたり、具体的な調査方法については企業誘致用地及び新八代駅周辺整備にかかる予算事件等を審査し、また所管事務調査において適宜委員会を開催し調査することにご異議ございませんか。
ご異議なしと認め、そのように決しました。次に、閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。特定事件であります、企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する諸問題の調査については、なお調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。これをもちまして、企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する調査特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。